中は情熱と勇気、広は真実と純白、ジャカルタからマックスがお送りいたします。はい、皆さん、だいぶお久しぶりです。マックスです。今回ね、皆さんにお伝えしたいことがあって、この動画をね撮っています。で、先週から新しいね YouTube チャンネルをね開設しました。Max Vlog Indonesia ということで、基本的にインドネシア語と英語のコンテンツになっています。もともと YouTube は、動画編集を学びたいというところから始まったんですけれども、その後旅系 YouTuber とかね、日本人がインドネシア語で YouTube を上げて活躍している人たちを見てね、めちゃくちゃ憧れ始めたんですね。みんなね、多分20歳ぐらい若い子たちなんですけれども、もうね本当に憧れてます。で、自分もいつかねインドネシア語を使いながら YouTube を通してインドネシアの美しい場所を回ったりとか、人と触れ合ったりとか、文化や宗教をより理解したいと思い始めたわけなんですね。でも、そのためにはインドネシア語を話せないとということで、1年前に受験した、インドネシア語検定試験っていうのがあるんですけれども、それ以来僕一切勉強してないんですよ。なので、2ヶ月前にね慌ててこの勉強を再開したわけです。私の前の動画で、モーニングルーティンとか、その私の土曜日の過ごし方っていうコンテンツの中でもね必死でこうアピールしてたと思うんですけれども、そういうことです。で、ただね、悲しいかな、昔のように勢いよく上達しないんですよ。もう本当苦労しています。それでもね、5月に再開してからもうほぼ毎日、短い時間であっても勉強はね続けてますよ。ただね、正直にもう我慢できなくて完全にフライングなんですけれども、この今回新しいねチャンネルを開設しちゃいました。インドネシア語を話す人からすると、お前はねまだ早いみたいな感じになると思うんですよ。でもその辺はねもう勘弁してくださいね。頑張って上達しますから、よろしくお願いしますということで、2つの YouTube チャンネルを、やっていくわけなんですけれども、このね2つをの住み分けをちゃんとしたいと思っています。で、今後ねこのチャンネル、チャレンジブログっていうんですけれども、ここは日本語だけを使っていきたいと思います。で、字幕もね、私のこの滑舌の悪さを補うため、それと意味不明な表現があった場合だけに使用したいと思っています。なるべくねシンプルにしたいと思っています。で、翻訳とか字幕とかって本当にね時間かかるんですよ。もう2倍かかります、時間が。なので理解いただければありがたいです。で、このチャンネルのね視聴者ってほとんどね実は私の知っている友人なんですよ。で、言ってみればうちわの生存報告的なチャンネルになってしまってるんですけれども、ただね、もちろんこのチャンネルを見て初めて私を知ってくださって、登録してくださってる人もいます。ツイッターとかねインスタとか、直接ダイレクトメールでコメントいただいている方もいます。本当に嬉しいです。ありがとうございます。お会いできて、お会いはしたことないかな、でもつながって本当に嬉しいと思います。こういうことって YouTube チャンネルとしては失格だと思うんですけれども、本当に楽しみにして、くださっている人もいます。友人のねお子さんとかも見てくださっている人もいます。なので、このチャンネルはね、このままなんとなくこう更新を続けていければいいかなというふうに思っています。一方で Max Vlog Indonesia の方はインドネシアと英語のコンテンツなんですけれども、こちらではね基本的に日本語は使いません。コンテンツの中でインドネシア人向けにですね日本語を教えるみたいなくだりがあったりするんですけれども、それ以外はね基本的にはインドネシア語と英語になると思います。で、私の拙いインドネシア語を使いながら、インドネシア人と一緒にいろんなところに訪問したりとかね体験したりするチャンネルになります。で、一方でこの動画を通して私のインドネシア語の成長をね見てもらえると面白いかなとも思います。主なターゲットはインドネシア人とかインドネシア語を勉強している日本人とかですかね。ただ私はね、この本気の YouTuber ではないので、そこまで戦略的には
考えないですけれども、まあ、インドネシアに住んでいる貴重なこの時間の中で、まあ、インドネシア人とのコミュニティを作ることができれば最高だなと思って、このチャンネルを開設しています。なので、まあ、不定期にはなると思うんですけれども、どんどんコンテンツをね上げていければと思いますので、まあ、内容がわからなくても応援くらいしてやろうと思ってくださる方はぜひね、この Max Vlog Indonesia 概要欄の方にリンク貼っておきますので、こちらのチャンネル登録もお願いします。はい、それでね、今日は久しぶりにこのチャレンジブログの方の撮影をしたいと思います。インドネシアで のご飯のお供、この缶詰、ね、日本いっぱいあるじゃないですか。私も大好きで、サバ缶とかね、サンマとかイワシとかいろいろあるじゃないですか。インドネシアにもねあるんですよ。いろんな味があったりして、なんでこれを特集してね撮影していきたいと思います。で、同時にはね、まあ上がらないのでちょっと後になるかもしれませんけれども、まあ、ぜひ楽しみにしていただければと思います。まあ、それではね、引き続きこのチャレンジブログも、まあ、頑張っていきたいと思いますので、応援してくださる方はチャンネル登録といいね、それとまあコメントもねいただけると嬉しいです。それでは今回はここまで。バイビー。